お疲れです。お疲れ様です。どこ行くか分かってる？分かんないです。うまいねお前、これ帰り道に撮っとんのに打ち合わせと違うってお前帰り道に撮っとんのにどこ行くか分かんないですが笑えるんだけど、お前いやいや、どこ行くの今から？今から会社です。会社戻るだけだろ、はい、今日はほんで何どこ撮りに行くかって言った視聴者の皆さん、今からねあのレジェンド登場、レジェンド浜野が登場するで、はい、いや塗装の動画結構撮りたい見たい見たいって結構コメントくれるんで、まあせっかくなんで、まあなかなかね今自社の職人ももうみんな恥ずかしがりなやつばっかでさ、はい、半分 NG みたいな感じなので、まあいいわもうでんでっていう風になっちゃったんですよ。で誰かねおる人たちを撮りたいなと思ってるんだけど、みんな NG なんだよな。結構楽しめると思います。まあ結構浜野さんの技術的なことなんで、あんまり俺のどぎついトークよりも、まあ、浜野さんの技術とかね、いろんなそういう昔の職人さんがどうだとかさ、はい、もう三十何年職人やってる人だで、すごい綺麗なのことをね、見ちゃったわあ、何なこだわりがすごかった、ね、こだわりすごいね、はい、うん、その辺も含めてやっぱ見てもらえるとやっぱね、面白いと思います。じゃあ今からね、現場に行こう。近くに今から現場行くの？現場行きますもう撮り終わっちゃったけどねはい、じゃあ皆さん現場に行きましょう。浜野さん登場お願いします。レジェンド登場お願いします寂しいなえ、これとこれも違う？これは一緒でしょ？違います。ここは一面、うん、あ、この色で今度は、あ、こう縦にこう、あ、なるほどね。あ、本当はこれ今上下になってるけど、はい、ここ色変えるんだ、はい、あ、こっち面だけ色変えようかみたいな。あ、おしゃれだね。こうこうと、うん、こうこうと、マジで本当。さあ浜田さん、はい、なんかじゃあ浜田さん塗装歴何年しちゃった？30年以上ですね。30年以上、うん、まあ今うち来て何年ですか？もう5年目なんで。5年か、めちゃ層が厚いね視聴者の皆さん。なかなか撮影 NG ばっかだけど、まあ今日は強引に来たわ撮るしかない状況を作りましたんでしょうがない、ね、来たーみたいな顔しとったもんね浜田さんね。だじゃあ30年やっぱ塗装やっとって、昔ってどうなった？昔はひどかった。やっぱ俺らの時代でもひどいもんね。ピンから蹴るまでありますね、うん、やっぱ変な昔ってあのよく馬賊って言ったじゃん。リアカー引いて、ね、家ピンポン、職人さんがやるんだよねあれ。そうです、ね、ピンポン自分で仕事取ってきてね、はい、で結構いい金取って、で塗装の職人で 2,3 人使っておると本当家建ったっていうもんね。そうですね、昔はね。で結構もういい加減な仕事してパッパーとやって、うん、そんな時代があったんですよ。今塗装の職人さんね、なかなかそういう話聞かんだろうけど、今なんかもう大変じゃん、値段も全部上がっとるもんで戦いだよね今。あのみんなネットでみんな調べてるんで、お客さん知っとるのね。分かってますか？そうそうそう、お客さんちの家のベランダで言うことじゃないかもしれないけどまあ大変だよ。もう結局みんなあいみつあいみつなんで、やっぱ厳しいよね、はい、うん、よくさコメント欄でね、単価がどうとかピンハネしとるとか言うけど、でも仕事取るのが俺は仕事だよね、はい、どっちもどっちだよね。仕事すんのも大変だけど、はい、仕事取るのも大変だしね。やっぱりなんですか、いい仕事しようと思うと、うん、ある程度のお金かかるのはしょうがないじゃないですか。あ、そうだね、うん、浜野さんなんかでも丁寧じゃん。前の会社もだってあれでしょ、仕事がちょっとピシッとやれんで寝ないだみたいな感じで来たんでしょ。そうですね、あの鳥親の紹介で来たんですよ。ですごいいい人おるで、だけどなんなのねこれ、塗装職人ってみんな喋ないよね。寡黙だよねやっぱ、まあ、やっぱ丁寧じゃないとダメなんだろうな塗装職人な。寺西君ようしゃべるよね。あ、寺西君ようしゃべる。だけどあいつの場合あるでしょ、ちょっと頭がなんかちょっと病的でしょ言ってることが本当だからもうなんかあいつ。でもどうですか、もう昔の職人では、まあ、やっぱ昔の方が稼げた？いやそうでもないですよ。かそうかもな。あ、昔はでもどういう系の仕事しようの、ゼネコンとかそっち系の仕事しようの。そうですね、ゼネコンで、うん、会社に入ったんで、うん、ああそうかそうか、勤めで、はい、日給でしたからね、うん、ああそういうことか、うん、で独立して何年なんですか？独立して20年ぐらいか。で最初に20年ぐらい民間やってたの？いや民間じゃないですね。ゼネコンに一人親方みたいなで入ってみたいな。はい、
はあ、でもじゃあ上映ばっかりだずっと。そうですね、上映ばっかりですね。ああ、で受け負いでやり始めたのどれぐらいなんですか。この前からだから、うん、あ、そうなの。はい、あそこの、あそこなので。あ、そうなんだ。なのでほらもううちの方が長い。長いですね。はあ、一番いいですね。一番いい、はい、それ言ってもらえると嬉しいな。単価が安いとか言われるとごめんねと思うんだけど。やりやすいし、仕事も綺麗にし、まあ仕事本当に綺麗ね、はい、ちょっと この間うちちょっと厳しかったよね、申し訳なかったですけど、それが一番だよね、はい、で俺もそうですもん、なんかもうポッポポッポ変な職人が入ってくるよりも、本当は俺は視聴者の皆さん、こうやってね、銭ゲバみたいなことカメラの前で言うけど、あんないいやつ今日好感度上がったんちゃうか。ミッチがなんて本当好感度上がる。焦ってないじゃんみんな、浜田さんたちもそうだけど、きちっとした仕事したいっていう人の方が多いじゃん。だから もっとだって走ろうと思えば走れるでしょ。そうですね、あ、走るっていうのはあれだよ、視聴者の皆さん、走る、まあ職人さんだったら分かると思うけど、走るっていやちょっと軽く適当にやって1日2日だって1人でやってるもんで、1日2日ずらしたらだいぶ違うもんね。違うんですね。これはだって日当5000円とか変わってくるもんね、2日切ってきたね。だけどもうみんなやっぱきちっと仕事やるもんで、で営業も楽だしね。まあそうですね、結局じゃあ浜田さんとかさ、まこちゃんたちもそうだし、あの寺岸もそうじゃん、もう絶対現場もう任せとけるじゃん、でお客さんともきちっとやってくれるしね。だからお互いだよね。で一応本当思うもんね、よその塗装屋さんってさ、まああんまりよその悪口言ったらあかんけど、結構職人さんからも聞くじゃん、まあうちの単価が安いっていう人もおるけど、よその方が全然安くて、もっともうピンコロで一発でいけるとかあるでしょ、はい、あります、ね、全然聞くでしょ。でうち抜けた人でもそうだよね、戻ってきて、なんで戻ってきたって言ったら、やっぱ、まあ、単価が安いってか、その仕事してくれって言われちゃうもんね、はい、って自分の仕事できんってよく言うよね、はい、職人ってやっぱこだわっとるもんね。例えばこの金額をここちょっと下げるもんね、この仕事してって言ったらもう離れてちゃうんだよね。やっぱりそういうことずっとお客さんにもあるんで、そうそうそう、そういうことだよね。で毎日顔を合わす人に、逆に営業とかよりも職人の方がそこのプライドが強いよね。お客さんが買わせるじゃないですか。うん、いいこと言うわ。取れ高あるよ。本当そうですよね。でももう最近こうやってハゲだけ拾ってくんだ。時々間ね、さっきはハゲとローラーと全部使いながらやって、あとはもうローラーこの面で、うん、こういうちょっと物が多いところだったら先にハゲ行って、はい、ローラー行くんだ。はあ、だけどもうこれでもう一人親方でさ、はい、8年もやってると何頭やったっすか。まあ、100頭どころじゃないわ。年間30頭ぐらいやってるんで、うん、もうだって200頭とか300頭ぐらいやってると思うんだよな。で、小屋でばっかりだしね、はい、それが強いよね、やっぱ、うん、やっぱでも、なんか大きい物件やってる人が安心できるって言うけど、ね、やること全然違うよね。違いますね、もう全然違うから、やっぱマンションやってるとか大きいところに小建てやっぱ頼んだらないよね。そうですね、うん、全然やることが違うから、その丁寧さが全然違うし、どっちも丁寧だと思うんだけど、どっちが悪いっちゃうんで、やっぱ得意不得意があるで、はい。あの一番上だけはちっちゃいローラー使うんだ。あ、そういうところにも使えるんだ、うん、そうすると基本のハゲですか。うん、長野さんはあれだね、スピードも大事にしとるけど、やっぱスピードより丁寧さ大事にしとるね、見とると。そうですね、養生の仕方もちょっと違うんだわこれね。ちょっと解説してくれんすか、浜田さん。普通のみんなのやつで違うよ、手間食っとんのよこれ。普通はみんな1100をぐるぐるっと回して、うん、こうなんす切ってね、こう全部4面からこうかぶせるみたいなんでしょ、はい、うん、これ違うもんね。これは上にマスカーを貼って、うん、下にマスカーを貼って、うん、横はガムテープで留めるんですよ、うん、これ全部これガムテープで留めてるだけなんで、あ、そうちょっとこうあんまり膨らまないんで、膨らま、パタ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 しない、はい、風吸い込まんと思うんだよね。で、真ん中で止めて、はぁ、あ、あ、真ん中だけ中から止めて開かない、うん、膨らまないんで、はぁ、ここにやってますけど。でこっちの方が絶対手間だからね、マスカーじゃないもんね。 その横ガムテープで拾っとるので、これだってもともとついとったやつじゃないかな、のビラビラのところにガムテープ止めてる、ハサミで切っとるでしょこれ、はい、これはだってマスカーの方が早いでしょ。早いですね、ぐるぐる回した方が。あ、だけどやっぱそんだけパタ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 してるし、膨らむのが嫌なんで、風入っちゃうと。職人だなこれ、またこだわりだよな、ね、うん、これまたみんなと違うよね。やっぱコメントでも来るもんね、ちょこちょこさ、いや俺はこういうやり方するよとか、はい、うん、
いいコメント結構来るで、またみんなもねコメントで俺はこんなやり方するよとかあれば、で変な買い方してそれなんかよく職人ってさ自分だけが正しいオラオラのやつ結構多いもんさ、そんなやり方間違ってるよみたいな、こっちが正しいよみたいな書き方するやつはもう俺後悔しないからねあ、いいこと書いてんなと思うんだけど書き方が悪いからハートつけてくれたらでも後悔しようから俺ライブでも人がやっとって、うん、あ、いいなと思うやつは全部試しますけどね、言っとったね、はい、今浜田さんね、まあ、さっきカメラ回ってないんだけど、うん、でも今でも寺西くんとかね、アイコンたちにもね、寺西さんにも聞くんでしょ、聞きますね、うん、こういうのやってるよ、うん、でこういう最近このローラーどうとかさ、はい、これどうとか言ってます、すごいね、でもあやっぱさすがだな、で浜野さんってこういう日だな、やっぱ塗装職人そうだね、まあ、そういう人がやっぱ生き残ってくね、でバーッと走ってさなんとか14人のやつを12人でやったろうってやつは伸びんね、そこをいかにその丁寧を残したまんまいかに早くやるかだよね、そうですね、浜野さんこの物件で屋根ありでしょここ、はい、でどんだけぐらい塗るんですか、人数でいったら15人とかですか、15人ぐらい、もう一応目標15ぐらいで考えとんだ、15人ってことはだって浜野さんが一人で入って15日間で塗れるってことですよね、うん、屋根はもう終わってますよ、あそうだね、でそれをあの変にあれだよ、視聴者の皆さんお客さんも聞いてると思うけど変に2万計算してんだよ、30何年の人が一つ買わずにやって15人だよね、壁もそうだよね、あとはローラーになると楽だよね、はい、結局細かいとこだよね難しいのって、壁塗るのは誰でも塗れるんだよね、お客さんも多分よく、今ってあれなんですかね、うん、お客さんも自分でやってみたいって多いんですかね、いや俺らのところに来るのはないけど、でも DIY の動画とかで結構聞く人、聞いてコメントで自分で塗りたいんですけどとか来る人多いけどね、そんなんだけど塗装は自分でやらんほうがいいんだけどな、あのもう生なんでしょ、はい、一回取ったらだって養生だけ完璧にしたからね、そうですね、もしやりたいんだったら完璧に養生だけしとかん、とにかく使うようにしとかんと、鉄もあの手数料とかあるじゃないですか、ああそうそうそう、そうあれだったら、ああ自分で塗れるよね、自分でやりたいんだ、うん、結構このちっちゃいローラーそういうとこでも使うんだ、はい、便利ですよ、便利だね、やっぱそれでもう絶えず2本持ちしとんだ、はい2本持ち、テレビションそういうやり方しとるよね、うん、別々で走るっていう子もいるでしょ、でもちっちゃいローラーは別々らしいよ、あれじゃないな、なりあの竹持ってこのちっちゃいローラーでやってると思いますけどね、ああそうだね、うん、ああ竹の時にそれだけ拾っていっちゃうみたいな、ここまでやっとってあとはもう大きいローラーで全部大きいところやるみたいな、やっぱそれでもちょっと何2時間あげちゃうと色変わっちゃう、うん出ますね、あやっぱそんだけ色の違い出るんだ、うん、こんだけ一緒にやっとったら色出るでしょ、はい、そんなに違うかな、シリコンとかは、うん、擦っていけばあんま出ないんですけど、あ、そう擦るっていうのはどういうことですか、塗った縁を、うん、あ、こういう風に、はいはい、これだと多分もう出ちゃうので、うん、塗った縁をこうぼかすみたいな感じで、あ、最近やって上からやると色出づらいんですか、あの、こうここよりは、これだったらもうここが止まっちゃうので、うん、2回、3回目になっちゃうじゃないですか、うん、こうこすああ、そうかそうか、そこだけ3回になっちゃうので、ね、幅用にこすとくと、あ、そんだけで全然違う、出にくいって感じ、あやっぱ違うんですか、違いますね、あハゲでもちょっとぼかしとくんだ、はい、あこすってこすって、うん、結局何っていうと、まあ視聴者で、まあ、一般の人だと分かりづらいかなと思うけど、にあのそこだけ3回塗りになっちゃうと色が変わっちゃうんだよね、ああここドボッとなってると、うん、ここ出ちゃうじゃないですか、うん、でこれをこうまあちょっとなんかついちゃっても動かしてこうはあ動かしていけばもうまあそりゃそうだよね、自然と出るもんね、そんなに厚みがついてないんで、うんうん、出ないっていう、はあさすが職人だね、俺は全然分からん。
まあ、言われたら分かるんだよね、はい、ああそうだなって。いやそれはもう何年もやってる人間だよねやっぱ。でこうやってちょっと視聴者でも 2,3 年やってる子だと、ああそうかそうかっていう発想だよね。こうやってるよりもぼかした方が、ぼかしちゃった方が、うん、出にくいですね。ああそりゃそうだよね。はあ、その奥が深いね、視聴者の皆さん。あちょっとじゃあ、ちょっと浜田さんも喋り慣れとるもんね。ちょっと手話式でだいぶ作ってきたで、考えとるね。いや一番最初に俺が取りに来た頃とは違うね。社長の引き出しがうまいんですよ。あははは、よく言いますわ。俺好きなこと喋ってるわけだよ。さすがだよ、浜田さん。あげるのも上手ですね。うまいですわ。こういう感じで動かして、ああ、こうやってぼかしていくんだ、うん、出ない、出にくいっていう、うん、こうやってね、ここ全部色ついてないね、ビタッと止まってないってことだよね。ふわーんと最後一人でやるときはこういう風にやってかんと、あとで休憩とかちょっと出ちゃうんだ。ああ、うん、なるほどね。はあ、やっぱそういうのまで意識してやったのかな、やっぱ。これなかなかあれだよね、大きい物件じゃない感覚だよね。そうですね、うん、はあ、でよくあるんですよね、足場のさ線が全部出てる塗装とかね、よくあるよね。これ誰でしょう、大きいアパートの中堅ところのさ、サブコンみたいなところの仕事なんかみんな元毛から下塗り一発の上塗り一発でいいよって。ここで、ね、ここでこう止めちゃうんで、うん、乾いちゃうじゃないですか、ここが、うん、足場で。あ、そういうことですね。乾いた後に下からつなぐと、うん、ここが出るんですね。そこがラインが出ちゃうってことだ。そういうのもちょっとぼかしていくと、はい、こうしたよ、ああ、走っとくと、そういうのも全然違うんだ、うん、で、ここの要は足場のラインが出ちゃうんだよ。ここに塗ったところで、次降り出た時に時間が差があるとね、こう出すと、ここが重なりが、うん、重なりが一発多いもんでね、はい、2発塗るもんでなかなか出づらいけど、一発だと余計だよね。出ます。下塗り一発の、はい、で今回これシーラー系だもんで余計出やすいですよね。はい、お疲れ様です。ちょっと浜野さん映ってないけど下に行っちゃったか。今日は久々に塗装動画で、ね、また近いうち塗装もちょこちょこ撮って、ちょっとこうやって駆け込みで行くんで、ちょっとね何人かちょっと面白い人おるもんで、撮影 NG のやつらにちょっと突っ込んでいこうと思いますんで、またちょっと塗装の職人さんもぜひ楽しみにしててください。であと求人道場、せっかくなんで見てください。求人道場、建設業、建設業専門、はい、建設業専門というのを検索すると、求人も出せるし、浜野さんも出してくださいよね。あれ出しとる、出してない。無料で、無料ですから。で無料で出せるんで、ぜひ。で500社以上集まっちゃうと、もう有料に切り替えようかなと思ってますんで、それまでの間は無料で使えるんで、ぜひ。でまあある程度アップデートして、でまあこういう風に使い勝手が悪いな、いいなっていうのをぜひ教えてほしいんで、登録して、で登録してる人はまあぜひ教えてください。まあない、やべや、見ていいですか、見て、こっちだけ色全部違うだろ、はい、でさっき白だろ、だからそこ濃いの、はい、これ何か知っとる、わかんないです。外壁の色が違うもんね、色変えとんの。あ、そういうことですか。でこれ上塗りしたら分からんじゃん、はい、これ視聴者の塗装の職人さんでも、いやそんなの言ったら分からんでしょって思うじゃん、はい、なんでこれやってるかって言ったら、こうメチの上って割れやすいもんね、はい、割れてきてもこれ要は10年先まで考えるから、10年後だとこの汁の上からやっぱ割れてくるわけよ、はい、先にな、5年とか7年8年ぐらいで、でもその割れた時にこっちは濃いもんね、これだと目立たんやん、薄い色は薄い色で合わせる、で外壁の色に合わせて汁ってるわけよ、はい、でもこれ塗装の職人、シールの職人、一応足場の職人って全部チームが分かれてるけど、すごいよね、すごいですね、うん、でこれ管理、現場の管理全員がコラボレーションで、いい仕事してるのこれ。へえ、10年先まで考えとる、10年先にこれが分かること。